クトをとりあえず作って使ってみる。今回はルアスクリプトを作ったので、ルアスクリプトの使い方と作り方をまとめておきます。ルアはプログラミング言語です。他のアプリケーションに組み込んで利用される場合が多い言語で、スクリプト言語の一つであると言われています。ダヴィンチリゾルブ以外でもいろいろなアプリでスクリプトを作ることができます。フュージョンノードはルアで書かれています。もちろんエクスプレッションやレンダースクリプトもルアです。リアクターはルアで動いています。インストールもルアで行います。今回もリアクターを使うので、まだ持ってない人はインストールしておいてください。リアクターのインストールをして再起動をして、ワークスペース、スクリプト、リアクター、オープンリアクターでリアクターを開きます。今回インストールするのはリゾルブエッセンシャルズです。インストールしたら再起動します。再起動したらワークスペース、スクリプトからリゾルブエッセンシャルズを使います。リゾルブエッセンシャルズにはいろいろな機能があります。今回紹介する機能以外にも機能があるので、必須級と言えるレベルのスクリプトだと思います。ではリゾルブエッセンシャルズを使ってスクリプトフォルダを探します。小フォルダの小スクリプトフォルダで確認できます。この中のコンプフォルダにルアファイルを作ると、ダヴィンチリゾルブがスクリプトとして認識します。新規テキストファイルを作成して、半角英数字の名前をつけて拡張し.luaで保存します。ダヴィンチリゾルブを再起動して確認します。正しく認識できていればワークスペース、スクリプトで表示されます。まだ中身を作っていないので、クリックしても何も起こりません。中身を作ります。今回は最初なのでバックグラウンドノードを置くスクリプトを作ります。先ほどのルアファイルをテキストエディタで開きます。テキストエディタは何でもいいですが、ビジュアルスタジオコードを使った方が楽だと思います。このように入力します。右辺がメソッド、命令の内容で、左辺がローカル変数、この命令の呼び名です。ローカルの後に適当な名前を付けます。メソッドは公式のスクリプトマニュアルに載っています。カッコとダブルクオーテーションで囲まれた ID はノードをコピペした時のこの部分です。上書き保存します。ダヴィンチリゾルブのワークスペース、スクリプト、スクリプトの名前でスクリプトを使います。誤字がなければバックグラウンドノードが置かれます。さて、こんな風に毎回ワークスペース、スクリプトと操作するのは面倒ですよね。なのでリゾルブエッセンシャルズを使います。リゾルブエッセンシャルズのフュージョンホットキーマネージャーを使って、キーボードショートカットから利用するように設定します。ターゲットをクリックして新規、エンターキーシークエンスをクリックして任意のキーを入力、アクションを開いてスクリプトから好きなスクリプトをクリック、 OK で設定完了です。リアクターとフュージョンホットキーマネージャーも設定しておきましょう。先ほどのスクリプトを使ってみます。これなら連打できてストレスなく使えると思います。というところで今回はここまでです。好評ならもう少し難しいスクリプトの作り方も紹介する予定です。ダヴィンチツール置き場に長谷川が作ったスクリプトを置いておきますので、興味を持った人は使ってみてください。では。